ルース・チャタートンとウォルター・ヒューストン、クジャク夫人は、1936年に制作、公開されたアメリカ映画。シンクレア・ルイスの小説の舞台劇家の映画家であり、ウィリアム・ワイラーが監督、舞台初演に引き続いてヒューストンが主演した。1990年、アメリカ国立フィルム登録簿に登録されている。サムダズワースは、アメリカの中西部にある、 工業都市ジーニスで20年間経営してきた自動車会社を売却した。これから先の時代に対する自動車の限界を感じたのと一人娘のエミリーも結婚したので第二の人生を20年間生活を共にしてきた妻と謳歌すべく長年憧れていたヨーロッパへ旅行することが目的であった。サムは仕事もできるし家庭の良き父親に見えるが 友人曰くそんなサムの唯一の欠点は女を見る目がなくアメリカの恥と愚かさの塊のような女のフランを反慮にしてしまったことであった。フランは単純かつ正直なのだが年の割にはく見えるのが取り柄で古き良き伝統もないアメリカでの生活に嫌気がさしておりかつてスイスの女学校にいた頃に知ったヨーロッパの古風な伝統ある生活に憧れていたのだ。 早速、二人は豪華客船クイーン、メリーゴーに乗って、ヨーロッパへ向かうが、見栄っ張りなフランは派手な装飾のドレスを着て、貴族の男たちを取り巻いて軽薄な振る舞いをする。そんな妻の愚行に目をつぶりながらもサムは、夜の船のデッキの上で、哀愁の雰囲気をまとった教養豊かな夫人である、イーディスと出会い。ありがとうございます。